い、どうも大島兄弟です。よろしくお願いします。今日の企画は僕たち大島兄弟で久しぶりに双子ダンスを踊ってみたいと思います。イエーイ。3ヶ月ぶりの双子ダンスでございます、うん、3月13日でなんといちごのダンスが1周年だそうです。おめでとうございます。かわいいね、うん、かわいい。さくらのカバンからいちごのダンス出てきたらかわいいね。女の子のカバンからさ、いちごのダンス出てきたらかわいいね。なんでさくらって言った例えよ。代表したの。あ、代表した。女の子を代表してさくらのカバンから出てきたらっていう例え。自己肯定感やばいなと思って。違う。今回はそんないちごのダンスの365日記念を盛り上げちゃういちごのダンス365ダンスを踊ってみたいと思います。みんなも踊ってみてください。それでは行ってみよう。いちごのダンス365ダンス踊ってみたんですけど、歌詞に合わせていろんなアレンジできるようなダンスになっております。今ならいちごのダンス365ダンスを投稿すると抽選でいちごのダンスが365個当たるキャンペーンもやってるみたいです。いや、僕も当てていいんかな。それ一日一箱贅沢すぎるな。春の陽気な天気も、うん、夏のちょっと暑い日も、うん、秋の少し寂しい日も、うん、冬の、うん、いてついた空の日も、うん、毎日いちごのダンスと一緒に過ごせるってことやろ。そういうこと。詳しくはサイトをチェックしてください。ちょっと今日はね、いちごっぽい服で合わせてみました。そう、ネイルもいちごっぽく。すごこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。